ダイアナ・ドースはイギリスの女優。しばしばイギリスのマリリン・モンローと形容される1950年代を代表するセックスシンボルの一人である。ディアナ・ DORS の綴りでクレジットされることもあった。イングランドのスウィンドーンでダイアナ・メアリー・フラックとして生まれる。生まれつきの髪の色はブラウンであったが、8歳の時にはすでにグラマラスな。 映画スターになると作文に書き記している。第二次世界大戦中は父が組織したコンサートで軍隊を慰問した。14歳の時に両親を説得して、ロンドンアカデミー・オブ・ミュージック・ド・ドラマティック・アートに史上最年少で入学した。15歳で故郷を離れ、髪をブロンドに染め、ザ・ショップ・アット・スライ・コーナーの早くでスクリーンデビューを果たした。 初めて重要な役を与えられたのが1948年の映画ヒアカム・ザ・ハガッツである。翌年のダイヤモンド・シティで初主演を射止めた。ダイアナ・ドースは多くのランクオーガニゼーションの映画に出演した。マリリン・モンローの台頭と時を同じくして、ドースの外見はそっくりではないものの、著しくモンローに類似したものに変化している。 彼女は自らの私生活を反映したかのような報われない愛に苦しむ女性を繰り返し演じた。彼女はイギリスにおけるハリウッドの脳卒的ブロンド美女に相当するとみなされていた。かなりの演技力の持ち主でもあったが、彼女の仕事の大半はソフトコアポルノマガイのシーンを呼び物にしたセックスが主題のコメディからなっており、その演技力を十分には発揮できない運命にあった。 キャリアの後期には、性格俳優として、ザ・アメージング・ミスター・ブルーウンドニア、ティモン・オブ・アテネのように嫌悪感を抱かせる人物をも、厭わずに演じた。彼女の成功は、20歳というイギリスで最も若い、年齢で、ロールス・ロイスの所有者になったことでもうかがい知れる。映画愛好家によれば、女優としての彼女の最高の仕事は、殺人者を演じた1956年の映画、 イールド・ツー・ザ・ナイトである。イールド・ツー・ザ・ナイトは、イギリスで、同年のロイヤル・コマンド・フィルム・パフォーマンスに選出され、この時点でドースは、国内で最も高額のギャラを誇る女優になっていた。翌1957年、ドースはついに、ハリウッド進出を果たし、ジョン・ハロー監督のユニバーサル映画、金髪の悪魔に主演した。しかし、共演者のロット・スタイガーとフ倫リン関係に、陥ってしまう。 女好きであったスタイガーはドースの肉体の魅力を眼下できなかった。ドースもスタイガーも当時既婚者であり、このことはスキャンダルとなってドースの順風満帆だった経歴に影を落とした。結果的にドースのハリウッド進出は不守備に終わり、以後彼女が国際的スターになる機会は失われてしまう。1960年代は彼女にとって不遇の時代であった。 二度目の夫とも離婚し、財政的にも破綻した。体重が増加して、往年のセックスシンボルの面影はなくなり、低予算のセックスコメディやホラー映画の出演に終始した。しかし1970年に三番目の夫、アラン・レイクと共演した、ウエストエンドの舞台、スリーマンツ・ゴーンは、好評を持って迎え入れられた。1974年には、 髄膜炎で渾水状態に陥った。完全に回復することは不可能ではないかと診断されていたが、彼女は万全な状態まで復帰した。復帰後も良い役には恵まれなかったが、テレビのバラエティ番組出演や性格俳優としての時折の映画出演で健在であった。まだ彼女はイギリス国民に愛されていた。1982年に、 卵巣癌が発見されたが、ドースはこれを克服したかに見えた。1977年、俳優のケネス・ウィリアムズと人類学者のデズモンド・モリスと共に、イギリスのテレビ番組、パーキンソンに出演した際、ドースは、ジーン・ハーローや、ジェーン・マンスフィールドのような若いブロンドの、セックスシンボルの一般的に悲劇的とみなされている、死についてコメントした。ドースは、 長い人生を送る際には、メイウエストを手本にすると語った。しかし番組の7年後の1984年5月4日、卵巣癌の再発により入院中だった、ロンドン郊外の病院にて死去。52歳であった。ドースは、アメリカの3人の M.J. インマンスフィールド、マミーバンド・オーレン、マリリン・モンローと共に、50年代のブロンドのセックスシンボルとして、 大衆文化に足跡を残した。1958年、アイマリード、エーウーマン予告編よりドースは3回結婚している。最初の夫はデニス・ハミルトンで1951年7月3日に結婚した。1958年より離婚調停が始まっていたが、1959年1月31日に彼が死去したため死別という形になった。 二番目の夫は、イギリス系アメリカ人で、俳優、コメディアンクイズ番組司会者のリチャード・ドーソンである。二人は1959年4月12日に結婚し、二人の息子マーク・ドーソンとゲイリー・ドーソンが、生まれたが1966年に離婚。マーク・ドーソンは、芸能マネージャーで、自身が共同経営する芸能プロダクションの CEO である。三番目の夫は、 イギリス人の俳優、アラン・レイク。彼らは1968年11月23日に結婚し、一人息子のジェイソン・レイクが生まれた。アラン・レイクはガンによるドースの死の5ヶ月後、二人が過ごしたイングランド・サニングゲールの自宅で自らを撃って自殺した。またドースは4人の孫、リンゼイ・ドース、ドーソン、タイラー・エイム、ドーソン、エマ・ローズ・ドーソン、ルビー・レイクを残している。 ドースの自伝によると、彼女はかつてイングランドスーインドンの彼女の故郷で事前バザーを催すことを要請され、即座に快諾した。祝宴の前にドースは地元の牧師と昼食を共にし、本名がディアナ・フラックであることを彼に告げた。牧師は彼が行う予定のスピーチが少々不安になった。昼食の後、彼らは指定された時刻に会場に到着した。 僕氏はフラックの発音を言い誤るのではないかとすっかり狼狽しており以下の普及の名言でダイアナを紹介したダイアナドースの最も初期のレコードは1951年に HMV レコーズからリリースされた78回転シングルである収録曲は I Feel So Uhm と A Kiss and A Cuddle の2曲 HMV はまた表紙に ダイアナの感動的な写真を配した楽譜を発行している。彼女は映画アズロングアズゼアハッピーの1954年のサウンドトラックでもザ・ホーキー・ポーキー・ポルカを歌った。1960年にダイアナ・ドースはコロンビアレコードのパイレーベルで唯一のコンプリートアルバムスウィンギング・ドースをレコーディングした。LP は当初赤い版でリリースされた。 オーケストラはウォーリー・ストットが指揮者を務めた。彼は後に性転換して女性になっている。スウィン・イング・ドースはタイトル通りスウィング・ジャズのアルバムでドースは好もしく飾らない歌声を披露している。彼女は1964年にホンタナレーベルでシングル It's Too Late ソリトル・タイムを1966年にはポリグラムレーベルでシングルセキュリティ ゲイリーを1977年に EMI レーベルでシングルパッシングバイイッツ・エース・モール・ワールドを1982年にはガンと戦いながらノーミスレーベルでシングルウェア・ディド・ゼイゴー・イッツ・ユー・ア・ゲイをレコーディングした。ドースはビートルズのアルバムサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドのジャケットに登場している。最前列向かって 右に立つ金色のドレスと白い手袋のブロンド美人が彼女である。またザ・スミスの1995年のコンピレーションアルバムシングルスのジャケットにはドースの1956年の映画イールド・ツー・ザ・ナイトのショットが使用されている。ドースはアダム・アンド・ジアンツのミュージックビデオプリンス・チャーミングに男性版シンデレラを演じるアダム・アントの苦境を救う役で出演した。 1961年の夏、ドースはヒッチコック劇場のためにロバート・ブロックの小説、魔法使いの弟子収録に基づくエピソードをシェーンの子役で知られるブランドン・デ・ワイルドと共演で撮影した。これは非常に不気味な物語で放送から除外され、数十年間公開されなかった。ドースはイギリスで、 公主刑に処せられた最後の女性であるルース・エリスの親友であった。実際エリスはアルバート・ピア・ポイントによって処刑される4年前にドース主演のレディー・コ・ディバライズはゲ演ンに仮名を出演している。処刑翌年の1956年にやはりドースが主演した映画イールド・トゥ・ザ・ナイトのストーリーがルース事件と類似していると取り沙汰されたが、 実際は1954年にジョーン・ヘンリーが発表した同名小説の映画化である。ドースは悪名高いレジナルドとロナルドのクレイ兄弟と彼らの母親バイオレットとも親友であった。1999年4月26日、ITV はドースの電気テレビ映画ザブロンド・ボンブシェルを放映した。若き日のドースをキーリー・ホーズが成熟したドースを アマンダ・レッドマンが演じた。二人の女優が演じたことに疑問を呈する向きもあったが、番組は高視聴率で迎えられた。亡くなる前に、ドースはヨーロッパ中の銀行に200万ポンド以上あると、主張していた預金を明らかにどこかに隠した。死の18ヶ月前に、彼女は息子のマーク・ドーソンに、彼女の財産の所在を明かす暗号であると話して、紙片を託した。 残された夫のアラン・レイクは暗号を解読するキーを持っていたと推測される。しかしレイクはどうすが死のわずか5ヶ月後に自殺したため、ドーソンには解読不能な暗号が残された。しかしドーソンは亡き母の財産を発見する決意をした。彼はコンピュータ科学捜査専門集団インフレンズを探し出した。彼らはメモをビジネル暗号による暗号化であると認めた。 インフレンズは彼ら自身の暗号解読ソフトウェアを使用し10文字の解読キー、黙りフラックを導き出した。同社はすべてのメッセージを解読し、レイクの残した文書に見出せる銀行口座報告書と関連付けることができたが、資産の場所はまだ知られていない。チャンネル4はこの謎についてテレビ番組を制作し、ウェブサイトを開設した。ユーザーは さらに詳しく読むことができ、謎の解読を手伝うことができる。ありがとうございます。